みんなが聞きみんなが聞きたいな、どうしても言わせたいみたいな。プロの先生もちょこちょこ間違えたりすることもあるし、著者が解いてみるみたいなのが結構出てて、入学試験の場合は出題者の意図というものを合わせ鑑みつつ、大学によって癖ってあるもんなんですか？うん、それはね、ありますね。まあ、例えばどういう文章を選ぶのかとか、説問の立て方も大学によって結構癖があるんで、受験対策としてはやっぱ志望校別の対策をできるだけ早く取るべきだね。できるだけ早く、まあ、高校って特にあの語彙力、まあ、漢字の力も含めて語彙力がまだまだ未熟だったりして、まあ、基礎が仕上がってからじゃないと大学入試の過去問に手をつけないっていうのが多いんだけど、これと後先逆で、できるだけ早く過去問にはねチャレンジした方がいいです。そうなんですね。ゴールを見据えて、あ、ここまでやわからないとダメなんだなって分かっててやる勉強と、まあ、いつかたどり着くだろうなんてやってるのとはやっぱね、あの効率性が随分下がります。そうなんですね。はい、じゃあ宋先生が感じるここの現代文難しいっていうのは、いやどこ大の、どこ大の何学部、最近 YouTube 流行りなんですよ。あ、本当に。僕が去年、早稲田の理工の英語が一番難しいって言って、日本で一番難しいって言ったら、もうブワーッと広がって、すごい影響力出たんで、今回また宋先生がここだって言えば、いやそれね、3日ぐらい前から聞いたらちゃんと下調べして、まあ、その YouTube でね言って恥ずかしくないよ、ちゃんとした答え言うんですよ。今これ急にそれ振るの感覚です、感覚。ああ、まあそうだね。でもそのまあ森田先生にあやかるわけじゃないけど、早稲田の問題の一部にはかなりね、まあ制限時間も合わせてね、確実に正解を与えるのが困難な問題もあるにはある。解説なんかだと相当踏み込んで文章を解読して、まあ、ゆえにもって答えがこうなるんだって話をするけれども、受験生ってまあ相当短い時間の中でその判断をやっていくわけでしょ。もちろん満点取らなくても合格はするんだけど、難しいかどうかって言うと相当レベル高いよね。やっぱり、うん、どこっすか、法っすか、整形っすか、どこっすか。いや、まあもうそれはでもその文章との相性とか、あ、なるほど、うん、明治期の、まあ、義古文なんかが噛んでくるともう解けなくなるとか、これだって古文とか漢文ができる生徒にとってはむしろ得点源になるわけで、だからまあそのかなり個人差のあるところではありますよね。けれど、みんなが聞きたいな、どうしても言わせたいみたいな。どこ、でも上智とかもむずいってよく言われますし。上智もね、そう、まあでもね、上智ね、なんか最近共通テストに形式を合わせてきてて、はいはいはい、でまあ形式を合わせてるんで簡単に見えるんだよね。ほうほうほう。文章も優しいし、でも説問の中に踏み込んで解こうとすると、あれっていうようなこう深いところがあって、まあ、さすが上智だなって感じしますね。あ、そうなんですね、うん、問題を作るのがとても上智だな。あ、今のカットじゃあ早稲田だったら、早稲田だったら早稲田、どうしても言わなきゃだ、はい、あ、どうだろう。だけど 3日後にあのやっぱりこっちに変えてって2つ取ってるみたいです。本当に。じゃあね、法学部難しいですね。法学部、僕は個人的に法が難しいと思います。どこが、いや、問題の形式がやっぱりその学部ごとに違うんだけど、はい、まあ、でもまあ正直個人的にはどこが難しいってはまあないんで、はい、もう無理やり言ったってところはありますよね。ただそうは言っても、例えば解いてて、じゃあ一問間違えないのかって言うと、プロの先生もちょこちょこ間違えたりすることもあるし、そういう、うん、細かい情報をちゃんと全部押さえてないと見落としがあったりなんかすると間違えるので、早稲田の方、そうです。え、国立だとどうですか。国立はどこだろうな。まあ、東京大学はやっぱさすがの問題出します。さすがの問題、うん、深いよね。深いし、回答欄そのものがものすごく小さいんで、まあ字数的には60、70ぐらいで書き切るっていうのがまあ相当困難ですね。なるほど。そこは英語ともちょっと似てんですね、字数足らないっていうのは。ああ、そうだね。へえ、そういうのとか。京大はとか、京都大学、京都大学も京都大学やっぱり非常にクオリティの高い問題出しますね。すごい。
ただまあ回答欄が割と大きいんで、ほうほうほう、こうそこら辺の情報を全部かっさらって一個の綺麗な日本語に組み上げていく能力というか、東大の場合はね、こう情報を集めた後必要な情報への絞り込みがもう一度必要なんだよね。作業量が一つ多いというか、うんうん、ただまあどっちを難しいと感じるのか、ここもやっぱ個人差のある問題で。なるほど、うん、うわこれはめちゃめちゃ今もう後半だ。めちゃめちゃめっちゃいましたもっとそういうのじゃない来てくださいですね。あ、現代文って結構言われるのが、最近、まあ、ツイッター上やっぱネット発達したんで、うん、著者が解いてみるみたいなのが結構出てて、違うんだけどみたいないうのがすごい話題になるんですけど、最近。なるほど、いやもうありがちだと思いますね。そうなっちゃうんですか。書いてる人と出題者やっぱずれちゃうってことがやっぱ起こるんですね。そうだね、まあそれもおかしなことなんですけどね、はい、本当はもう目の前にある課題文をどれだけ正確に読むんだっていうわけだから、はい、本来出題者というよりも筆者の意図に合わせて読むっていうのが普通なんだけど、はい、まあ、ただその最近の子も読書論というか読み方っていうのは、その与えられている文章に対して筆者の意図に迫るのではなくて、筆者の表現したかったことと読者の想定との合作というか解釈っていうんだけど、そういうのをまあ許容するのが最近の読書論なので、文章を書いた筆者と出題者の意図がずれるってことは、まあ、ある意味ではね、矛盾ではないんだと思います。結構今年もありましたね、ツイッターで筆者が解いてみて、めっちゃ外れた、うちのスタッフよりできなかったとかって言う、そうなんだいうのがありました。あ、本当に吉野先生も言ってました、自分のが使われた時に。あ、本当に、お前はバカじゃないが使われて、この時の筆者の気持ちはっていうので、違うけどみたいな。まあ吉野さんも気持ちは読めないよねそれとか、あ、西さんも使われたって言ってましたね、今年ね。みんな使われてるんだ。はい、全然みんな。なんで俺の使われないんだろう。なんか書いてます。そういう。何にも書いてない。そういや何にも書いてなかった。そういうのもあったりとか。あ、本当に。するらしいですけどね。いやだから大学入試ってそう考えるとちょっと変わった制度だよね。はいはい、僕ら大学入試というまあ結構まあ大変なこう関所を越えると、うん、その後はこう文献研究だとか、はいはい、まあ、いろんな本を読んで社会人になっても勉強し続けますけど、うん、それってやっぱり書き手の気持ちだとか意図だとかを正確に読むっていうことが第一義に来るはずで、出題者というこう見えない日本人物 X が入ってこないですよね。なるほどなるほど。でも入学試験の場合は出題者の意図というものを合わせ鑑みつつ、今求められている正解はどうなんだろうという手探りしなきゃいけないところがあるでしょ。そこも含めての読解力なんだよね。やっぱりそうですね、現代文っていうのはやっぱ難しいんですよ。難しい、これは難しい。この科目はあり続けますもんね、現代文。そうだね、まあどうしてもその母国語っていうか母語だから、まあ日頃ね話したり聞いたりしてる言葉でしょ、はい、やらなくてもできると思っちゃったりね。そうですね、多いですね。結局あのみんな時間ない中忙しいでしょ、うん、後手に受験勉強そのノーマークで終わっちゃいやすい教科であるんだけど、うん、ね、これはねやった方がいいです。ぜひ見てください。矢田先生でもパーカー多いですよね。そうそう、パーカーでしか基本は出ないようにしてます。あ、こだわりが終わりで。そうです、基本そうです。溺れた時にこう背中引っ張ってもらえるようにっていうね。そう助けてパーカー。パーカーでもサンダーバードなんか分かんないな。まあでもアイコン、一種のアイコンだよね僕らって。そう分かりやすい格好するって言って、うん、で、まあ、今そのオンライン授業始まったんで、はい、あのいろんな色のオーダーしました。あ、本当、はい、あ、僕単元ごとに色変えてます。あ、すごいこだわりが。あ、でも画面で見ると分かりやすいよね、それって。どこの単元やってるかが服で分かるようにしよう。あ、なるほどなるほど。このそう YouTuber の一番の時、音、ね、救急車一番の時。あ、救急車。へえ、いろいろ考えて気使うんですね。あ、一番の時は街とかのロケした時に音楽が流れてたらおしまい、はい、著作権とか。いや今ジャスラックとかもひどいよね。いや現代文で例えば YouTube やるって、はい、もし想定したとしても即座に問題が出てくるんだ、やっぱ著作権で。使えないかな。ああ、そう、じゃあもうやっちゃえばいいんじゃないのよそれで、
ただ、うん、そのままボンと出したらアウトになる可能性も実はあって、そうね、これ言っちゃうかな、うん、じゃあとりあえず一回閉めて、はい、よし、その話をします、はい、じゃあ今回は創設にお越しいただきました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。